誰かな。ひょっとしてあの人。まさかそんなはずないよね。昭和33年7月、明日はいよいよ初日。もう忘れなきゃ、バラの思い出。きらめくスポットライト、さざめく拍手、私を誘う夢の世界へ。だけど怖いの華やかなステージ、魔物が住むってうわ。もう踊れない、歌えない、自信がなくて、昔先輩に言われた。あんたの顔二枚目は諦めなさいって。ふん、神業の化粧テクニックで絶対綺麗になってやる。とびきりの二枚目や。化粧する私に言い聞かせる、私は男や。言うた。あんた歌劇に入りたいてか。無理無理、あんたたこ焼き屋の私の子やで。たこ踊りでもするつもりかいな。つまようじ何本。鏡見て考え。おおきに。言うた。え、もっぺん言うてみ。歌劇やめたいてか。あんた歌劇入るときどない言うた。人様に夢を与えるスターになるてえらい鼻息やったやないか。そりゃうちは戦争でお父ちゃん死んでしもて、母一人子一人、あんたには満足なこと何一つしてやられへんけど、せやからこそ世の中の傷ついた心パーッと明るするような、そんな人になってほしいとお母ちゃん思った。あかん、今やめたら絶対後悔する。あんた
私の子やで。鏡見てみ。その美貌できっと大スターになる。世間知らず少女も大人になるわ。私を誘う夢の世界はいつも競い合う華やかなステージ。みんなスターになりたいの。今誰よりも輝いて、でも自信がなくて。私は男役、でも私は女。弱でも口もこぼすような。私は男役、でも私は女。とうとう私トップスターになれた。さくら、手伝おっか。何その格好。何って、2枚目や。もうちょっと相変わらず3枚目ね。だいたいさくらは私たち同期の中でも一番のお調子者でのんびりや。そのくせ気は弱くて引っ込みじゃんと来てるから。しっかり者の若月梨沙とは過激学校時代からの名コンビ。いよ、団子ちゃん。は、本当に団子そっくりやな。いいえ、まことさくらが名コンビでしょ。そう、私たち迷ってる方の名コンビだもんね。さくらピン。そうそう、私ら会議でお笑いコンビ組もう言うてな。5、6、7、8、うちら陽気なかしまし娘さくらち。はい、まこり。なに、それでは皆様ごきげんよう。じゃがじゃん。ところでさくらちゃん、はいはい、今流行ってるといえば何？これですね。何これ？抱っこちゃん人形。抱っこちゃん人形。今心斎橋あたりではトレンディーなお姉さんたちが持って、ホーレス的かっこいい。本当に持ってる？持ってる。何もすんのこれ。180円高いわ。カツ丼食べれるの。いやもうやめてよマコリ。そんなことより、あ、あったあったあった。どうしたの？ほら今もうちょっと、今流行りしてたこのフラフープ道具屋すぎに右に曲がって左に降りたとこで大ブームやねんで。今日は回すよ、見てるよ。ほーやめて、さくらちゃんもう痛々しい。もうちょっと出して、ほ私に貸して。はい、どうぞ。行くよ、うん、うまい、うまい。どうしてそんなゆっくりやのに回るの。疲れた。疲れ、疲れとってね、うん、そんなことより、うん、今大ブーム言うたら大阪歌劇。そう、大阪歌劇、うん、大人気、うん、切符手に入れなかった方が劇場から溢れて、うん、なんと行列7回り半よ、劇場の周り。7回り半って言うたらセンチにしたらなんぼやねやろ。うん、ちょっと考えさせてね。まあいいな、こんなこと時間がないんだから。はい、ね、どこまで話したっけ。7回り半。あ、そう、なんだ、7回り半の大行列、うん、その原因といえば、はい、トップ青い桜。これがいいんだ、もうびっくり。はトップ、うん、青い桜いいよ。いや、私は近衛誠の方がいいかなと。うん、そんな言われたら困るわ。もうちょっとそうかなっていう気にも。その気にならないで。ごめんね、歌劇言うたら。フランソワと呼んでくれ。フランソワ、私のことは梅川と呼んでください。梅川。フランソワ、梅川。フランソワ、梅川。ジュース様、梅川。ジュース様、梅川。あ、ジュース様、梅川。フランソワ、梅川。はい、そこまで。ダメ、長い。トップスターともあろう人が情けないもん。はい、そんなにプリ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 怒って、もう三色団子の赤いのみたいな。うるさい、もう早くさって化粧して。はいはい、マコも何、仮にも美形で売ってる近衛誠でしょう。もう明日はさくらのトップお披露目。今日はその最終リハで歌劇団生徒スタッフ、それにファンの視線も全部さくらに集中してるのよ。はい。
こんなとこ藤代さんに知れたら。藤代さん、親愛なる同期、この絵巻くと若槻りさん。何よ、どうしよう、メイキャップできへん、どうしよう、あの人メイキャップうるさいのよ。まつり取れてるから、やっぱほら直すよ。きれいきれい、ほらイケてる、目鼻ついてる、ほら見てごらん、ほら。セリフ忘れた、グラマのセリフ、大事なセリフやね。まだいける、よく見て、どこ、それお料のセリフやな、それ他人やないの、主題歌の記事だ。あーもう舞台出るのもういいや、もうわかんない。ナミジ入らせていただきます。おはようございます。おはよう、今日はよろしくね。よろしくお願いします。ナミジはさ下級生なのにほんとしっかりしてるよね。まあちょっとおしゃべりなところはあるけど、ギャグ飛ばす割にプレッシャー感じるとすぐ隠れちゃう。どこかのスターさんとは大違い。プロデューサーの土井さんに浪路の次期トップ構想ありと見たな。いえとんでもない、私なんてまだまだ未熟で、でもさくらさんを見習って一生懸命努力したいと思ってます。私昔からさくらさんのファンだったんです。さくらさんのダンスとっても素敵で、お芝居もうまいし、まあ3枚目とか敵役演じられることが多かったんですけど、さくらさんトップになるなんて思ってもみなかったな。いわゆるノーブルな男役ってイメージじゃなく、個性派実力派のスターって感じなのに、これからはさくらさんの時代ですよね。私みたいに美しい男役もこれからのんびりしてられないなって。はっ、ナミジを刺激することができて私も嬉しい。遠慮せんとかかってきて、私も負けへん。すいません。新庄です。早上がりの衣装スタンバイできました。ありがとう。おはようございます。おはようございます。頼りにしてる。このトップさんぐずいから誰か面倒見ないと早上がりは無理なの。よろしく。よろしくね。お願いします。初日から出遅れさくら、涙雨、お見事。あたり前だ、おくらっか、合唱のてなもんや。キュキュマイハー。おはようございます。トップスターは3枚目では困るなあ、ゆかは。あら、やしろ、悪いわよ。さくらは今までのトップさんとは違うのよ。よく言えば個性的、悪く言えば基礎がないってことかな。さくら、藤代さん、藤代さん、おはようございます。おはようございます。あまりうるさく言いたくないんだけど、これからは今まで通りでは通らない。あなたは素直なとてもいい子だけど、舞台人としてのプロ意識に欠けるわね。それに自分のことだけ必死で周囲に目を向けることがおろそかになると下級生の気も緩むわ。気が緩めばどうなると思う？もちろん芸は落ちるし、怪我や事故、とんでもない迷惑をお客様や劇団にかけることになるのよ。それに同期に甘えるのもほどほどにね。歴代トップはみんな誰よりも自分に厳しくしたものよ。さすが娘役スター藤代彩香や。そもそもこの大阪歌劇は大正時代に生まれた歴史と伝統を誇るレビュー劇団。それが戦争中、大劇場は閉鎖、大阪は焼け野原、生徒もちりぢりになって、あわや歌劇の火も消えるのかとみんな心配していたところ、終戦で再開。特に B1 プロデューサーと言われる土井さんが東奔西走してやっと軌道に乗ってきたんや。それが自覚のない人がスターになって伝統が失われていくのかと思うと、もう残念で。それじゃあその敏腕プロデューサーの頼みを一つ聞いてもらおうかな。土井さん、おはようございます。おはようございます。確かにさくらは男役として荒削りだ。いろんな意味で課題は山ほどある。だからこそ藤代、はい、八代、湯川、はい、君たちがさくらの力になってやってほしいんだ。藤代さん、遅くなってごめんなさい。ここんとこの飾り派手にしときました。八代ちゃん、お衣装楽屋に入れといたよ。わかりました。さくら、はい、後でデュエットのところ振り付けの確認をしておきましょう。はい。あなた本当に幸せね。
みんなに愛されてる。言っておくけど、舞台では真剣勝負、手加減しないから。はい。さくら。ねえ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 、ちょっと来て、ちょっと来て、早く早く早く。議員、藤代さんの厳しいのは当然。でも八代さん、この公演のお稽古に入った時からちょっと怖い。気持ちわかるな。八代渉は自他ともに認める歌劇団のトップスター候補だった。それを下級生の葵さくらに先を越されて。八代さんのお母さんって歌劇団の元生徒で男役スターだったそうよ。はは、だから家族の期待も大きい。はい。ファンの期待も大きい。はい。八代さんのイライラも大きい。はい。下級生に八代だけに八代ある八つ当たり、八つ当たり、八つ当たり、万歳。ガチョン、いけたわ。ナミジ、はい、笑って。あら、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 ごめんなさい。あつこさん、土井さん、ありがとうございました。私は何も。歌劇団の衣装デザイナーとしてスターさんにお衣装を届けるのはいつものこと。僕もプロデューサーとしていつものようなことを言いに来ただけだよ。まずつまらない噂話は厳禁、はい、それとリハーサル始まるぞ。スタンバイ急げ。はい、お願いします。お願いします。すいません、気を付けて。私が頼りないから。気にするな。それより頑張ってくれよ。今回は演技派でダンスに定評のある葵さくらの魅力を十分にアピールするため、一部にショー、二部に日本ものミュージカル龍馬を持ってくる異例の構成だ。新トップスターの実力とともに僕のプロデューサーとしての進化も問われる大事な舞台だ。あの、ご迷惑をおかけします。おいおい、先に謝るなよ。すいません。あ、あすこさん、あのバラの花が。バラ？あ、うん、また後で。さくら、おまた。早く早く。はい。ちょ、何してんの？行くよ。危ない。お父さん。ダメだ。あつこくん、さくらのこと頼むよ。何ですか、改まって。君は兄弟のようにさくらのことを支えてくれている。入団が同期ですから、私とさくらは。お互い不器用で先輩に叱られてばかりで。でも嬉しいです。さくらがトップになれるなんて想像もしていませんでした。さくらの才能を最初に見出し開花させたのは養父振付の鴨居みどり先生だった。実はその鴨居先生が。鴨居先生、先月ご病気で入院されて。まさか随分悪いんですか。危篤だとさっき知らせが入った。さくらはああ見えて神経質な子だ。自分の弱さを明るく振る舞うことで必死に隠しているようなところがある。さくらをトップスターに育て、講師ともに信頼する鴨居先生の容態を今知れば、明日の初日勤められるかどうか。もう一つ心配なことがあります。さっきさくらが言いかけたバラ、バラの先生が。バラの先生。さくらの憧れの男性で、大学の農学生命科学の研究員。バラを研究していると聞いています。それでバラの先生。そのバラの先生が研究のため今日海外に出発すると。数年は帰国できないとか。やれやれ、トップスターも失恋するか。
ルディナ雲の果てまで一緒に、ガルディナ感じていたい、いつもあーダイアリー本当でした。あったかい、ありがとう、大丈夫、完璧、よし。黄昏時のパリの街に流れ来るは切ないメロディ、街角に立つあの娘は着た手がよくて可愛い顔だけど、あの子の恋の相手はアコーディオン弾きの弾かしたパリジャー。あの子は待ってる戦にいたのアコーディオン弾き、彼の弾く邪魔に見せられ恋に落ちた娘さ。彼は帰らない、一人待ち焦がれず
鴨居先生亡くなりはったんやて。本当？事務所に連絡が入ったのを偶然聞いてしもた。かわいそう。やっぱりガンだったの？そうみたいやね。先生、さくらさんのトップを広め力入れてらっしゃったのに。はい、すいません。さくら何してるの？出番よ言って。少し休め。次は12時から。みんな。さくら、まさか振り忘れたなんて言うんじゃないでしょうね。ほら、そんなにビービー泣かないで。お化粧がもう鼻水も。ほら、顔を上げたら。まつげ取れるから。ほら、泣き止んで。大丈夫、落ち着いて。鴨居先生、亡くなられたの。そんなに、そんなに悪いって知らんかった。こないだ病院にお見舞いに行った時もお元気そうで頑張れって言ってくれはった。初日は必ず行くって約束したのに。さくら、さくら、無理もないわ。鴨居先生はさくらちゃんの恩人だもの。さくらは私たち同期の中でいつも群を抜いてた。歌も踊りも芝居も。でもいわゆる正統派の二枚目って柄じゃないから、私たちもさくらもトップスターなんて諦めてたよね。ところが振り付けの鴨居みどり先生は、これからの歌劇は変わる、スターのタイプも変わるんだ。去年の春の公演の大切なシーンでさくらを抜擢してくれたんだ。今考えると先生はご自分の命の短いことをご存知だったのかもしれない。それでさくらちゃんに最後の夢を託したかったのかも。先生、そういえばあの日稽古場で鴨居先生は、
休憩、5分休憩。お疲れさん。はよ、はよ、はよ。先生、さっき呼ばれましたが、相変わらず先生の振り付けは厳しい。鬼の顔もいいって、生徒たちが怖がるのも無理はない。提案があります。フィナーレ前のダンス、青い桜のソロにしたいと思います。なんだって。演出の先生からは賛成をいただきました。あとは会社の判断次第。青い桜、確かに桜はいいダンサーだ。だが夢を追い求めてきた、命惜しむ間もなく、叶うならば残された時に最後の夢刻みたい。先生の情熱はありがたいと思います。しかしこの作品にとっても重要な場面だ。次のトップスターを占う意味もある。制作会議ではヤシオの死因にすべきだと。ヤシオは確かにいい素材です。何よりも男役として美しい。でも次の時代の歌劇のために、新しい夢を。会社がどういうか。私も同じ思いです。待っていると過激の分かりました。でもチャンスは一度きり。いいですね。決して失望はさせません。青い桜、稽古だ。
キ大丈夫、少し休めば治るわ。さくら、あなたはきっと花のようなスターになる。なぜって、あなたの舞台には潔さがあるから。歌劇の舞台はね、咲く花、花は散るから美しい。花たちはきっと明日の命を知ってるから、あんなに精一杯咲いて散るのね。けなけな命の花たちが舞台っていう花園で歌ったり踊ったり、さくら、どんなに辛くても忘れないで。男役はその方にみんなの夢を背負うものなの。そう、スターの背中を飾るあの羽はみんなの夢の塊なのよ。できれば私の夢を背負ってて。昔何かの本で読んだ、人生も舞台も一番難しいのは去り際だって。私も桜の花のように華やかに潔く散っていきたい。じゃあみんな入って。はい。さくらのソロ終わりからお願いします。見送りに。明日は大事な公演の初日だろう。嬉しいよ。実は出発を今日にしたのは、恥ずかしい話だけど、君に会ってさよなら言うと旅立つ決心が鈍ると思ったからなんだ。さくら、さくら、今思い切って言うけど、さくらはずっと僕の夢だった。日々の生活に紛れていつの間にか子供の頃の夢を捨て去ってしまいそうな僕の前で、君はいつも純真に自分の夢を追っていた。ひたむきに舞台にかける君は眩しくて、できればこれからの人生君と歩いていきたい、そう願ったこともあったよ。だけど君は言ったね。歌劇のトップスターとしてたくさんの人の夢を背負っていきたい。
バラの先生は世間知らずだから知らないと思うけど、スターの羽は夢の塊なの。あの羽を背負うために選ばれた人はお客様に夢とパワーを送るのが使命なのよ。僕が世間知らずだって。そうかもしれない。君が舞台のことしか知らないように、僕もバラのことしか知らない。そうだ、僕たちが初めて出会った時のことを覚えてるかい？君はファンからもらったバラの花束を抱えながら、なぜか寂しそうに立っていた。あの時思ったよ、これほどバラの似合う男はいない。女じゃなくて男？そう怒るなよ。今つくづく思う。さくらの言う通り、夢は大切な生きる証だ。最後に踊ってくれないか？そうさ、ここで。さあ、トップスターと踊れるなんて光栄だな。え？今朝楽屋にバラを届けたのは僕かって？いや、さあもう行って。どんなことがあっても夢を諦めちゃいけない。そして自分から逃げちゃいけない。お互いにね。できれば僕だけの夢の世界でいつまでも踊っていてほしかった。さよなら。西島さんにもう一度一緒に行こうって言われたらどうしてた？パスポート。後悔してない？うん、吹っ切れた。敦子さん、私やりきれるかな？大丈夫、みんな待ってるわ。ありがとう。せやけど、あのバラは、楽屋のバラは一体誰が？さくらを愛してくれる全ての人からのエール。そう、あなたが演じる坂本龍馬からだと思えばいいわ。龍馬？素敵や。あすこさん、私前から思ったんやけど、龍馬の恋人のお龍さんってきっとあすこさんみたいな人やったと思う。私が？うん、女っぽくって、うん、頼りがいがあって、うん、ちょっぴり怖い。まあ。そうや、
私は龍馬を演じるんや。メソメソしてたらいかんぜよ龍馬様。え
面目や幕のご意向や主で大事なもん忘れずる。肝心はこの日本国じゃ、日本人じゃ、みんな同じ日本人たち。無駄気にはいけん。やろう。坂本龍馬、ご用だ。てくれ、サナだよ、千葉道場の娘、そして俺の妹サナ。もし千葉の十太郎。すまんすまんすまん。まっこと久しいの。相変わらずだな。元気やったか。ああ、サナさんか。ああほんまじゃ、サナさんじゃ。まっこと久しいの。何するねや、痛いぜよ。サナは龍馬を成敗するために江戸から来たのさ。なんじゃ成敗。やっぱり忘れておる。4年前江戸の千葉道場に剣術修行に来たお主は、我が父より北進一刀流の免許とこのサナを賜ったのさ。つまり妹は龍馬の言い名付け。兄上、私は龍馬が恋しゅうて京に来たのではありませぬ。不実な言い名付け殿は天下に不実もしかねませぬ。ゆえに上が手だ。スナさん、ちょっと待とうぜ。おまままは話を聞いとうぜ。わしが千葉道場に出向かうはわけがある。何を。サナ、わしは今や脱藩者だ。出入りしてサナさんに迷惑かけるに忍びんかったんじゃ。龍馬様。龍馬様。あ、お龍。お龍様。いや、痛いぜよ。知らん。龍馬様お怪我を。ああほんま、えらい目に遭わはりましたな。おまんのおかげで命拾いしたぜよ。あ、そのさ、こいつはお龍中で気の毒にお父上を安政の大国で亡くされてな。それで何かと面倒を見ておられるわけですね。そんなんじゃないきに。はい、大変お世話になっております。ちょっとおりょう。いや、こいつはサナさんちゅうてわしの剣術の大師匠じゃ。おなごながらまっこと腕が立つ。ほんに
お寮にようにて気も強い。龍馬様。妹の婿殿の龍馬に会ってほしいお方があったからよ。誰ぞね。勝海舟。勝海舟？八つ目幕府要職にありながら攘夷を捨て開国を主張している。会ってその存念が聞きたい。おー、ことによっては兄上、私も参ります。何を言う、一歩間違えば命も。いいえ、不実な許嫁でも死に水は取ってやりたいと存じますゆえ。うちもついていきます。龍馬様を長生きさせて差し上げるのはうちにしかできしまへん。あんたはんにはご迷惑かけしまへん。龍馬、あっ、なんとか言いなさい。何をですの。別に。何を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 。もうええ加減にせえ。こんばんは。あ、こんばんは。おい、ちょっと待って、なんでこんな階段だよ。もうちょっとゆっくり走ってくれまへんかな。ごゆっくりお越しくださいませ。徹夜は仕事きっちり、仕事きっちり、仕事きっちり。兄上、はい、もうあったんか。はい。おい龍馬、このまま江戸まで走るのかよ。心はいつも大変よぜよ。やだ、なんだそれ。ねえ、仕事きっちり、仕事きっちり。あ、中太郎、勝海舟の。そうだ、行くぞ。おう。 Beautiful dreamer
come to me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the rude world are in the day. Lullabies of moonlight are passed away. いつの日かふるさとに帰れる日を夢見て Beautiful dreamer 旅立つ夜の闇の世界に日ごと夜ごと夢にどうだね千葉のご子息十太郎さんとおっしゃいましたね。こちらは土佐の坂本龍馬。おお、おまさ土佐っぽか。懐かしい。お会いできて光栄です。おいえあっ、いやジョンマンさん、いやあちら流に言うとミスタージョン万次郎も土佐の漁師だった。それでそれが嵐で漂流してアメリカの船に救助され LA のはこっからさ、言葉もわからぬアメリカで働いて金をため、学校へ行き言葉と造船の技術を学んだ。でついには自分で船を作って操縦し日本へ帰ってきたってんだから、見上げた粋だよ。船が作れるんか。あの浦賀に来たような鉄の船を。理論的にはできます。だが今の日本には良い造船所、製鉄所がない。そしてそれを伝えるべき職人、船乗りもいない。俺はこのジョンマンさんの経験をもとに船を作り、立派な船乗りを育てようと思ってるのさ。勝先生にお伺いします。先生は西洋カメラ失礼、軍艦奉行でありながら攘夷を遂行せず異国の知識を徴用しているとの噂ですが。その通り。あなたを幕臣として恥ずかしくないのか、それとも異国の臆病風に取りつかれたか。異国は怖い、真から恐ろしいぞ。たとえ魔物のごとき異国でも我が国には神のご加護があり、武士には大和魂がある。やめとけ十太郎、やめとけ。これが地球です。地球、ご覧なさい。この青いのは皆海。海。アメリカはここ、そしてジャパン、日本はこれです。このシミみたいなのが。シミ世界は広い。この地球の上に数多くの人種と数多くの国がひしめき合っています。そしてこれらの人々はみんな豊かで幸せな暮らしがしたいと願っている。龍馬さん、アメリカでは大統領でも領主でも女性も子供も一切合切平等という国を作りました。なんと、武士は武士でのうても映画か。勝先生にお伺います。先生は船を作って何を望まれる。海を渡り世界各国と結んで商売をやり、何より世界の文明と知識を吸収してやがて彼らを追い抜き追い越す。戦なく、いいかい、戦なく競争し合う国家は300年の鎖国で錆びついた人の心の垢を落とすに違いねえ。そしてそれをやり下ろせる力を持つ者だけが国の中枢恩になる。どうねえ先生。うわー、ええー、ははははは、龍太郎、夜が明ける。龍馬、お主ら俺を殺すつもりだったんだろう。殺され損ねて朝が来てあっちんとんしゃん
夜明けじゃ、日本の夜明けじゃ。ただ暗い目の中を走り続けてきたこの龍馬にも今はっきりと夜明けが見えた。龍馬さな、下がっておる。十太郎さん、先ほども申しました通り、これからは女性もしっかり意見を言う時代です。ありがとうございます。龍馬も海の向こうにお行きなさい。龍馬のごときはみ出し者は異国が似合う。心配よ、私もついていってあげます。龍馬様、お龍もアメリカという国に行ってみたい。お連れくださいませ。私が参ります。こっちが行きます。私が参ります。私が参ります。私が参ります。坂本君、あんた天下国家の命にデイジがありそうだ。まこと先生、よかったよ。八潮さん、よう頑張った。ありがとうございました。お疲れさん。お疲れ様でした。客席の評判は上々だ。新聞もおそらく絶賛の評価が載るはずだ。みんなおめでとう。ありがとうございました。さくら、よくやった。ご心配をおかけしました。お前が
演出および振り付けの先生方より数多くの愛のダメ出しがある。私が取りまとめて言うからよく聞いて。はい、はい、声が小さい。はい、はい、第1部プローグ3組のダンス。はい、はい、すいません、すいません、早く早く早く、お願いします。早く、位置が悪い。はい、あとリフトのタイミングをもう一度確認するように。はい、この絵後で私にフラフープの回し方教えてくれ。ありがとうございました。フィナーレ挨拶のタイミング。はい、上白まだ違うぞ、しっかり合わせろ。はい、男役、男役、背中をもっと意識して。はい、エラスタケ、アツコ君見てもらえ。はい、ありがとうございました。これでよかった。お母ちゃん、鴨居先生、バラの先生、化粧する私に言い聞かせる。私は男役、おとぎの国の王子様。私は男役、少女の頃夢見た憧れのスター。せやけどお母ちゃんは言うた、ようやったな、さくら。うちは舞台のこと何も分かれへんけど、なんやうれして。なんでて、あんたの舞台見て喜んでくれる人がいてはる。あんた少しでも世の中の役に立つんかなって。大層やな、ほんまやな。おおきに。希望を抱えながら舞台を務めてる。そりゃ稽古の間は苦しくて苦しくて何度もやめたいと思うのよ。でもやめられない。だってあのお客様の拍手とスポットライトが魔法のように私たちの汗も涙も宝石に変えてくれるんだもの。私いつも自分自身に問いかけてることがあるの。なぜ自分はこんなにも踊っていたいのか、誰のために踊っているのかということを。答えはまだわからない。ただ踊っていたい、命の続く限り。さくら、きっと素晴らしいスターになってね。ステージに向かうと不安になる。私は男役、素顔は泣き虫不器用な。私は男役、この手には届かない憧れの。さくら、まだまだ始まったばかり。でもこの苦しみはあなたが舞台に出る限り永遠に続くのよ。人はスターが孤独に耐え苦しむ姿に喝采を送るもの。ちょうど花吹雪をめでつつ花の命の断末も楽しんでるように。残酷？そう、残酷ね。でもあなたならきっと耐えられる。その去り際まで華やかに。
潔く。世間知らず少女も大人になるわ。私を誘う夢の世界はいつも競い合う華やかなステージ。みんなスターになりたいの。進化してできたって知ってるかい。バラは自分の美しさを守るためトゲを作るくせ、いつもそのトゲごと抱きしめてくれる恋人を待っている。君はスターの羽は夢の塊だけど、ひょっとしたら羽はスターのトゲかもしれないね。少なくとも僕にとっては。
ヒロアオイフェアウェルミュージカル私は女、お楽しみいただけましたか？楽しかったですよね。ね、ドラマの中のアオイサクラはこれからトップスターへの道を歩み続けるのでしょうが、ヒロアオイと私たちの夢の時間はもうすぐ終わりを告げようとしています。ヒロさんとの思い出、そう、ついこの間のアスカの嵐のことです。公演のその中で、馬宿の巫女をされて、そして、武士金剛という役で、その時に別にしんみりとした話じゃないんですけれども馬宿の巫女に、仏にされた金剛というちょっと事件がありまして、セリフはたまにねちょっとこう忘れたり間違ったりっていうことはあるんですけれども、その時に、馬宿の巫女さんが、大君が暗殺されて、私もミンリンという言い名付けをなくして、巫女が祈ろう大君とそなたの言い名付けの御霊を手を取ってはいっていうところがあったんです。覚えてらっしゃいますでしょうか？その時に巫女が祈ろう大君とそなたの御霊を、私はまだ死んでません、あうっていうふうに目が訴えてたと思うんですけれども、でもきっかけのセリフがどうしても私のはいっていうセリフだったので、ああはい
という事件がありました。ヒロさんバラしてごめんなさいって。こうしてお話をしている間も時は無情に去っていきます。ヒロさんが一人八役に挑戦されたこの私は女、最後の役はヒロ葵、ヒロさん自身が演じるヒロ葵です。私夏希との思い出の曲に続き、ヒロさんがこれまで演じてこられた思い出の役やシーンを得意のダンスで演じきるステージ、懐かしい曲が聞こえてまいりました。皆様よくご存知の闇の貴公子源広政と阿部の青年、主題歌お聴きください。闇に聞こえる暁の足音感じるかい、闇こそ光、光こそ闇、恐れないでそばにおいで、闇こそ光、光こそ闇、瞳開けて手を伸ばせば、流れるものは静寂の嵐、君を包もう in the darkness、君を愛そう in the darkness、君を包もう in the darkness、君を愛主とはな、山とか海とか草、虫、木、わかるか。わからん。懐かしい。懐かしいですよ ねまたやりたいですね、闇飛行士、ね、はい、明日ぐらいどうですか。やりますか、うん、ここで私は、はい、OK です。北林先生も、あ、そうですね、いらっしゃると思うんで、はい、はい、2人だけで、2人だけで。じゃあ全部役をしないといけないんですよね。え、え、式神とか、そう、ドーマンとか、いろいろ、ユーラ・ポジも、そうですよね、やらないといけない、まあ、面倒なこった、そんな、ね、ヒロさん、はい、今日はどうもありがとう。あ、いや、もう俺遅くなって。いえいえ、もう全然そんなことはいいんです。あの、なんか暴露してくれてありがとう。いや、すいませんでした。ね、聞いてたよ。あ、聞いてました、はい、裏でしっかり。すいませんでした、ありがとう。いえいえ、ヒロさん、はい、とう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 来てしまいました。何が。この日が、あ、この日が、もう、はい、頑張ってね。などうした、なんかあの前前がこんなこと、ね、大丈夫、え、大丈夫です、はい、頑張って、頑張ります、はい、私にお任せください。はい、お任せします。もう大江助は私が背負って、はい、立ちますから、もう任せてください。頑張ってね。頑張ります。私も頑張って応援するからね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなこと言ってる場合ではございません。はい、いいですか、はい、準備は、準備は OK ですね、はい、フィナーレが待ってますからね、はい、はい、それでは皆様への感謝を込めてヒロ葵が務めます。アデュー、ヒロ葵。
きた人生明日を信じこの道をひたむきに歩み続けてきた明日を嘆き